1976年の夕張本町駅跡と周囲約500メートル範囲。左下が鹿の谷方面。灰色のビルが市民会館。その横の白いビルが市民会館大ホールで市民会館1階が駅舎を兼ね、ホームは会館の裏にあった。廃止から5年後の姿でレールは撤去されている。 1971年までは市民会館横の駐車場の敷地までが校内で貨物うわやがあった。1978年6月、同駐車場と周辺民有地に夕張市役所庁舎を新築した。この後1985年に2代目となる国鉄夕張駅が同場所へ移転した。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成夕張本町駅は、北海道夕張市本町にあった夕張鉄道の駅である。夕張鉄道線の旅客部門合理化に伴い1971年に廃止された。ここでは、同駅の駅舎と一体で建設された夕張市民会館についても述べる。短式ホーム一面一線を有する地上駅。 終日駅員が配置されていた。国鉄夕張線、夕張駅は石炭積み出し駅として設置されたため、市街地の外れに位置していた。それに対して、夕張本町駅は市街地中心部に位置していた。廃線後ホーム、線路は撤去され、跡地は空き地となった。1985年10月、国鉄夕張駅がこの空き地へ移転した。 1990年12月、同駅がホテルマウントレース以前に移転し、以後、再び、空き地となっている。駅舎は、夕張市民会館と構築の建物で、夕張市が所有。隣接する夕張市役所の建物と渡り、廊下でつながっている。夕張市民会館は1962年着工、1963年10月に、完成した。大ホール、映画館。 会議室、展示場、食堂、結婚式場、公民館などを備えた総合的な施設であり、1971年の駅廃止後も建物は使用され、駅前広場は市民会館の入り口、駐車場となった。1979年に改修、1985年に旧駅改札口、待合室付近に商品ホール、シネサロンを新設した。 2007年3月、夕張市が財政再建団体となり、市民会館は閉鎖されたが、同年11月に、特定非営利活動法人夕張ファンタが、夕張市より無償貸し付けを受け、全国コンパック工業会北海道支部などの協力により、夕張市民会館として再開、市民会館運営委員会による自主運営に移行した。 同年11月23日から25日まで行われた夕張市民会館復活祭では韓国の俳優パクシニャンが出演した映画約束が上映されシニャン本人がノーギャラで来館したというエピソードがある。2009年10月夕張ファンタは弁護士法人アディーレ法律事務所とネーミングライツ契約を締結アディーレ会館夕張と解消した。 2012年10月、アディーレ法律事務所と再契約を行い、引き続き、アディーレ海岸夕張と称した。2013年11月に、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正、施行を受け、夕張市による建物の耐震診断が義務化された。建物は完成後、約50年経過しており、老朽化が進行していたため、耐震診断の結果によっては、 補修や耐震補強工事についても行う必要があったが、市には耐震診断や工事の費用負担が極めて困難であったため、市と市民会館運営委員会は使用停止、閉館の検討に入った。同年12月7日、ロックバンドグレーがグレークリスマスショー2013イバリスペシャルと題したライブを開催している。2014年2月、閉館が決定。 同年9月、5年間続いたアディーレ法律事務所とのネーミングライツ契約が終了。2015年3月15日、市民有志による2015年、夕張り用なら市民会館芸能発表会が行われ、同月31日をもって完全閉館し51年半の歴史に幕を閉じた。市民会館の役割は若菜地区の夕張文化スポーツセンターに移された。 耐震補強の問題から再利用は困難な見通しであり解体されるものと見られているが令和に改元された2019年現在も建物解体の目途は立っていない。2000年時点で同市民会館シネサロンは夕張市内で唯一の映画館であったがこの完全閉鎖に伴い岩見沢市や滝川市なども含む空地総合振興局から映画館が消滅した。 2020年現在、空地地方は映画館、シネコンが存在しない道内唯一の総合振興局となっている。ABC、さようなら市民会館芸能発表会。市長の部屋インデックス。夕張市。2016年3月19日閲覧。AB、夕張市民会館シネサロン。港町キネマ通り。2016年3月19日閲覧。 パクシニャン、ノーギャラで、夕張支援。スポーツ日本。h t t p w w s p a n i c k y c o j p エンターテインメント、スペシャル、2 0 0 5半流。クッファローノーマル200億7118055。html2016 年3月19日。閲覧。復活祭を開催。パクシニャン主演作。約束を夕張で上映。 シネマトピックス ON ライン、http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematopic.com s スラッシュネマスラッシュニューススラッシュアウトプットドット php ニュースシークエンスイコール66122016年3月19日閲覧アディーレ会館夕張命名権再契約市長の部屋インデックス夕張市 2016年3月19日閲覧。AB、アディーレ会館夕張の閉館について、NPO 法人夕張ファンタ、http コロンスラッシュスラッシュ夕張り .org スラッシュアーティクルスラッシュ 115985194.html2016 年3月19日閲覧。グレークリスマスショー2013前公演発表。グレー公式サイト。 2017年5月24日閲覧。日本映画製作者連盟配給部会、映画年間2000別冊映画館名簿時事、映画通信社、1999年。同文献を出展としている2000年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。